ナンバーアイが送るイブ・サンローランのリーブラ・で描く自由な世界。2023年ファッション界の注目を浴びるグループナンバーアイ、ナンバーアイがイブ・サンローランのフレグランスリーブラ・リブレの公式コンテンツに登場し、その自由な世界観を独自のスタイルで表現しています。平野志耀さん、神宮寺ゆうたさん。 キシュタさんの3人が見せる黒を貴重としたシックなビジュアルとともに、ボウックジャパンの公式ウェブサイトで公開されたビジュアルや PR 動画は、SNS 上で瞬く間に話題となりました。本校では、ナンバーアイのリーブラとのコラボに焦点を当て、その背後にあるメッセージやグループの魅力に迫ります。ナンバーアイのリーブラ登場。 No.I. は2023年10月に結成された3人組グループで、平野志陽さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんの異なる魅力が融合したユニークな存在として注目を集めています。この度、彼らはイブ・サンローランのフレグランス、リーブラのタイアップに参加し、その自由なコンセプトを具現化しました。 リーブラはフランス語で自由を意味し、ナンバー・アイはこの香水を通じて自由の魅力を伝えるべく、シックで宣伝されたビジュアルやメッセージを展開しています。彼らがまとった黒を基調としたスタイリッシュな衣装は自由な精神を象徴し、そのスタイリングはファッション愛好者やナンバー・アイファンを魅了しています。リーブラ、PR 動画のメッセージ。 ナンバー i が登場したリーブラの PR 動画は約60秒にわたり自由にまつわる力強いメッセージが織り交ぜられています。動画の中で3人は自由、フリーダム、リーブラ。それは心が踊る響き。世界にはまだ見ぬ景色が広がっている。僕はそれを知りたい。自由には無限の可能性がある。そこには妥協も矛盾も存在しない。 自分自身の直感を信じて迷うことなく選んだ道が正解になるように飾らず素直に自分らしく僕は自由に新たな物語を綴るといった言葉が流れていますこのメッセージは若い世代に向けたポジティブで前向きなエネルギーを醸し出しておりリーブラの香りが持つ自由な魅力とナンバーアイの哲学が見事にマッチしています ファンからは、ナンバーアイのスタートにぴったりの言葉、自由を感じることができるといった共感の声が寄せられ、SNS 上では動画が拡散されました。SNS 上の反響。コンテンツが20日の朝に公開されると、SNS を中心に大きな反響が広がりました。特に、ナンバーアイのファンからは、色気だだ漏れ。 黒も似合うといった歓喜の声が相次ぎ、彼らの新たなビジュアルに注目が集まりました。さらに動画で伝えられたリーブラのメッセージに対しても、ナンバーアイの新たなステップにふさわしい、彼らが表現する理由が香水とマッチしているという好意的なコメントが多数寄せられました。この反響からも、ナンバーアイが持つ個性的で力強い魅力が、 ファッションや美容に興味を持つ若い層に強く訴えていることが伺えます。SNS を通じた情報拡散が迅速かつ広範囲に行われたことからも、ナンバーアイがファッションや美容業界で注目を集めつつあることが浮き彫りになりました。ナンバーアイのプロフィール。ナンバーアイは、平野志耀さん、神宮寺祐太さん。 うたさんによる3人組グループとして2023年10月に結成されました。それぞれ異なる出身地や青年月日を持つ彼らが独自の個性を融合させてグループを形成しています。平野紫耀、小平野、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。俳優としても知られ、グループ内では明るいキャラクターで知名度が高い。 神宮寺ゆ太、た、太神宮寺、1997年10月30日生まれ、千葉県出身。俳優やモデルとして幅広く活動し、クールで知的な雰囲気が魅力。岸士太、う太ゆ騎士、1995年9月29日生まれ、埼玉県出身。俳優や舞台俳優としても活動し、力強いパフォーマンスで注目を浴びている。 彼らはそれぞれの分野で個性的な実績を上げつつ、ナンバー I としての活動を通じて新たな魅力を発信しています。ナンバー I 外部サンローランのリーブラとのコラボで表現した自由な世界観は、ファッションや美容愛好者のみならず、若い世代に幅広く受け入れられました。 彼らのパワフルで前向きなメッセージが、リーブラの香りと相まって、新しい自由な物語を紡ぐきっかけとなりました。ナンバー・アイのメンバーそれぞれが持つ異なる魅力が、グループ全体の個性を形成し、これからますます注目を集めることでしょう。今後のナンバー・アイの活動から目が離せません。